マスクドコメディアンの覆面ラジオはいというわけで、えー、始まりました、えー、マスクドコメディアンの覆面ラジオお相手は謎の覆面芸人マスクドコメディアンでございますくよろしくお願いいたしますくさて、えー、今回8回目ということでですね今回はすごいですよついにあの話が、えー、ラジオで流れることになります 今回はマスクドコメディアンの実家のトイレについてお話ししたいと思いますが、ね、いきなりしょぼい話題で始まりますがあのチックねもう四十数年の家なんですけども数年前にリフォームされてきれくなったんですがトイレがですね今はもう普通の水洗の水洗トイレだったんですが当時ね まだ、えー、和式が多かった、水星も洋式も多かったんですけど、えー、和式のボットン便所っていわゆるね、えー、いうタイプのトイレやったんですが、ボットン便所って分かりますよね、普通にあの汲み取りの人が来て、定期的にあの便を吸い取って、バキュームカーで吸い取って、えー、行ってくれるというシステムだったんですが、うちのおトイレも、 まあ、ボットン,ベンジョやったんですけども最新鋭のボットンベンジョで当時ねその僕が住んでた仕入れそのトイレが2軒か3軒しかないと言われた、えー、すごいレアなトイレやったんですえ形はですね和式でプラスチック製やったと思うんですねプラスチックのような、えー、やつで、えー、形がですね あの金隠しの前の部分ね前の金隠しの部分が丸じゃなしに、えー、四角なんですよで用を足して終わるとボタンがありましてボタンを押すと泡が流れるんですよボーって言うと分かります、あのー、前の金の上の金上 隙間から泡がわーっと滝のように滝のようにっておかしいですけど流れて縁からも流れてきてでそれが、えーまあ、ティッシュとか便を一緒にごっそり持って、えー、流していってくれるというボットン便所の穴の部分ねとこにボタンと落としてでトイレもきれいになるというねもう最新鋭当時最新鋭やったと思いますやったんですよ。でトイレの えー、便器の奥側にそのタンクみたいなのがあってそこになんか多分洗剤その洗剤ですかねその液体を設置する場所があってそこに液体を入れてたらまあ何ヶ月か持つみたいなシステムをやったんですねまあ当時ちっちゃかったんであんまり気にはなってなかったんですけどもねもう物心ついた時からそれでしたからあの液をどこで買ってたのか でね、僕はもうある程度大きくなってえー、頃にはもうねだんだんねその泡もだん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 薄れてきてあれ液入れてなかったんかな補充してなかったんかな最終的にはね用を足した後はあとはトイレの蛇口からなんかバケツみたいなのがあって水入れてもうトイレに流すという水薦に自動手動水栓になってましたねああまああれ今思ったら不思議なトイレで なんすかね和,、えー、和式の最新ポットン便所やったんですかね。えー、またちょっと今度ね実家帰った時に親に聞いて真相をつかみたいと思います。はいまあ、そんなこんなでね今回は、えー、実家のトイレについてお話しさせていただきました。えー、というわけでマスクドコメディアンの覆面ラジオでした。ありがとうございます